ここからは週間の天気解説見ていきたいと思います。この先の寒気の影響はどのようになっていくんでしょうか。はい、はい、昨日から今日にかけて随分全国的に気温下がりましたけども、うん、来週はこの寒気の影響小さそうです。はい、はい、上空の寒気の動きで見ていきたいと思うんですけども、はい、今ご覧いただいているのはまあ地球ですけども、ここに寒気を重ねてみたいと思います。上空5500m 付近の寒気なんですけども、今入ってきている寒気、これをちょっと覚えておいていただきたいんですね。はい、今日12月24日、まあ、15時 JST 日本時間ということになるわけですけども、この寒気が今の、まあ、寒さをもたらしているわけなんですけども、これを動かしていきますと、だんだんと東の方に抜けていっているわけですけども、まあ、次にやってくる寒気というのがあるんですけども、昨日今日に比べると随分とこの濃い青色部分というのが後退しているというのが分かるかと思います。はい、そして次に、今度は北の方にこう盛り上がっている部分、ここは寒気というよりも暖かい空気があるんですね。はい、はい、ということで、週の半ばぐらいそんなに気温下がらない、そして来週後半ぐらいにまた寒気がやってくるんですけども、はい、昨日今日のものに比べるとやっぱりこう寒気の南下具合というのは小さいということが分かります。はい、ということで、まあ、来週は今我々が感じているような寒気の強さというのは感じることはないかと思います。はい、これはの週間予想の気温の方で見ていきますと、結論的にはこういうふうになるんですけどもね。はい、まあ、明日明後日はちょっと別として、それ以降、気温はほぼ全国的に平年並みで経過をするというのが、答えですね。ただ、はい、一部除くのは沖縄ですね。はい、こちらの方はかなり平年よりも低い寒い状態をが続くことになります。はい、平年並みといってもこの時間師走の寒さになっていくかと思いますので、はい、風邪などひかれないように気をつけてお過ごしいただきたいと思います。この先も最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。